熊本労働局によりますと、仕事を探している人1人当たりに何件の求人があるかを示す先月の有効求人倍率は 1.22 倍で、前の月と比べて 0.01 ポイント増えました。有効求人倍率の増加は3ヶ月ぶりです。産業別では、生産用機械や自動車、バイクなどの輸送用機械が需要の増加を見込んで求人を出したことから求人数を押し上げた一方、半導体関連の製造業は去年の同じ時期に新工場の稼働に向け求人が増加していた反動で前年と比べ減少しました。